これでよし、あとは。バルス。マリサ、大変だ。ああ。あ、ごめん。落ち着いたか。うん、もう大丈夫。それで、何があったんだ。うどんちゃんが殺人容疑で逮捕されちゃったんだよ。殺人、なんで、誰をやっちまったんだぜ。うどんちゃんは殺してないわよ。ああ、ごめんだぜ。それで、何があったんだぜ。昨日、竹林で人が殺されたんだ。凶器は銃で、目撃者もいるんだよ。誰が殺されたんだ。模倣だよ。ああ、十分怪しいな。模倣って、今どうなってるんだ。元気にやってるよ。じゃあもういいじゃないか。それが、一度殺したことには違いがないからって捕まっちゃった。なんだそれ。というわけで、マリサに弁護してほしいんだ。いや、うちは魔法店であって法律事務所じゃ。そういうのはいいから。はあ、わかったよ。それじゃあ、現場を見てみようか。ありがとうマリサ。暗いな、不気味だぜ。歩道からも外れているからね。ここが殺人現場だよ。模倣のとはいえ気味が悪いぜ。魔法で照らしているが、特に変わった様子はなさそうだな。気をつけなよ、夜の竹林は何が出てくるかわからないよ。脅かすなよ。そういえば、裁判はいつやるんだ。1ヶ月後くらいだったかな。そうか、まだ時間はあるな。目撃者は歩道から見ていたんだったっけ。そうだよ。そうか。現場も確認したしそろそろ帰るぜ。いやいや、まだ来たばっかじゃない。よく見てよ。こんな暗いところじゃよくわからないぜ。まだ時間はあるし明るい時にまた来るよ。そうか、じゃあ頼んだよ。今晩はうちに泊まっていきなよ。ああ、そうさせてもらうぜ。うどんちゃん。それで破壊停します。第29号殺人事件。被告人は前へ。名前を言ってください。霊泉、うどん芸員、稲葉です。うどんちゃん。あなたには、2月27日、迷いの竹林で、藤原の模倣を、拳銃で、殺害した、という容疑がかけられています。私はそんなことしていません。容疑を否認するんですね。ああ、否認するぜ。あなたは、被告人の代理人だぜ。そうですか。訴状によりますと、被害者の藤原の模倣は、あなたの主人と不仲で、いつも喧嘩をしていたそうですね。確かにそうだが、被告人とは関係がないぜ。しかし、動機としては十分考えられることです。まあそうかもしれないな。ちょっと、大丈夫なの？まあ、任せておけって。ところで、なんで被告人がやったと言えるんだ、証拠はあるのか？被告が、被害者を殺害した現場を目撃した者がいます。なら、証人尋問をさせてくれ。良いでしょう。では、証人は前へ。裁判長、そいつはいつもデタラメな新聞を書いているぜ。そいつの証言は当てにはならないぜ。ひどい。私は記憶正しいですよ。静粛に、証人には宣誓してもらいます。宣誓、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを誓います。社名丸あや。では、事件当日に見たことを教えてください。はい。あれは2月27日のことです。私は永遠亭に取材に行っていたのですが、その帰り道のことでした。遠くに霊泉さんを見つけたので声をかけようとしました。しかし、すぐに尋常ではない雰囲気を感じました。立ち止まって周りを見ると、模倣さんがいました。模倣さんは霊泉さんに気づいていないようでした。すると突然、霊泉さんは模倣さんを拳銃で撃ちました。模倣さんは動かなくなり、私は怖くなってその場を離れました。わかりました。では、質問させてもらいます。
それは何時くらいのことですか？確か、夜の10時くらいだったと思います。そうですか。霊仙さんはその時間何をしていましたか？その日は人里で薬を売っていました。帰りが遅くなったので、永遠亭に帰る途中だったと思います。一人でですか？そうです。それを証明できますか？いいえ。そうですか。もう一つ霊仙さんにお尋ねします。あなたは拳銃を所持しているのですか？永遠亭の姫の護衛もあるので持っています。そうですか。でも、永遠亭の外には持ち出しませんし、木工さんも売っていません。わかりました。被告人の代理人は質問がありますか？もちろんあるぜ。それじゃあ質問させてもらうぜ。夜の10時ということですが、暗かったですよね。明かりを持っていたのですか？明かりは持っていませんでした。でも、満月だったので月明かりでそれほど暗くもありませんでした。そうですか。木工さんと霊仙さんはあなたに気づいていましたか？離れて見ていましたので、気づいた様子はありませんでした。離れていたのでは、誰だったのかよくわからなかったのではないですか？離れていると言っても15メートルほどです。だけでこちらには気づかなかったのでしょう。ところで、先ほど満月とおっしゃいましたが、竹林の中だと光は届かないのではないですか？そんなことはありませんよ。周りが見えるくらい明るかったです。ところで、カラス天狗は鳥目なのではないですか？いや、私たちは天狗であって鳥ではないので、夜でもちゃんと見えますよ。そうなんですか。しかし、月明かりでそんなに見えるもんなんですかね？見えたと言っているでしょう。月の光が明るいのはご存知のわずです。いやいや、竹林の中ですよ。本当に明るかったんですかねー。だから、竹林の中でも月の光で明るかったんですよ。でも、現場に行ったけど暗かったぜ。本当に月明かりで見えたのかなー。見えたと言っているでしょう。何度同じ質問をするんですか、裁判長。質問を変えさせてください。被告人の代理人は質問を変えてください。わかりました。では、これを証拠として提出します。これは何ですか？物のべさんは占星術をするようで、まあ、星空の記録帳を借りてきたんです。またあなたは？いやいや、裁判が終わればちゃんと返しますよ。それで、ここを見てほしいんですが。はい。この記録によりますと、2月27日に月が出るのは、翌日の午前2時となっています。つまり、事件当日の午後10時には月は出ていなかった。以上です。ということで、今回はリンカーンの反対尋問を題材にした物語を作ってみました。アメリカ大統領のリンカーンは弁護士でもあり、その尋問は有名です。成人に、裁判、両方の歴史に名前が残っているなんて、他にはいないのではないでしょうか。裁判の結果ですが、被告人は無罪となりました。さらに、証人が真犯人だったようです。ドラマよりもドラマチックですね。公正に語り継がれる理由がわかります。気になった方は調べてみてください。今回の動画は以上です。動画作成の励みとなりますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。